一般的に大外刈りは体格の大きな人が自分より小さい相手に使う技で、つま先で大きく円を描き腰を入れて刈り倒す技と言われています。私が指導を受けた大外刈りは、木村雅彦先生の独特の形の大外刈りです。木村雅彦は身長わずか169センチであったにもかかわらず、自分よりはるかに大きな相手を大外刈りで次々倒した。木村雅彦の大外刈りは相手が自分より大きくても倒すことができる技であり、現在一般に使われている大外刈りとは大きく異なった技である。右組みの場合に組み方ですけども、右手は相手の後ろ襟、それから引き手は相手の肘の横を握ります。そして入り方ですけども、ちょうど相手と私の中間点に対して相手を半分引きつけると同時に自分自身でも半分ここに進みます。ですから中間点に対して合体するような形で踏み込みます。同時に左の足進み方は相手の右足前方に対して膝を少し曲げながら足を浮かし気味に進みます。決して踏み込んだその左足ですね、かかとをつかないような形、重心はすでに左のこの膝に引っ張って、もう一つ大事なことは、この入った時にですね、自分の中心、これが自分の鼻から抜けて、この膝で膝から、親指の次の指ですね、ここに、目の位置を置きます。ですから上から見たらちょうど膝足の指というのが一直線になるように、自分の入り方を注意します。でこの場合に、この右手ですけども、右手首を自分の肩の方向に、引きます。同時に左の引き手は自分の胸より下の方向に引いた左の肘をここで脇を締めます。この状態で右足を前に出します。右手は後ろ襟をつかみ、引き手は右外中袖、肘の横を握ります。左足は相手の右足前方近くに置き、左膝を少し曲げてつま先から少し浮かし気味に踏み込みます。上半身の作りは踏み込むと同時に相手を半分引きつけ、自分自身も半分進み、相手と自分の中間点で胸を合わせます。右手首は自分の肩の方へ引くようにし、左の引き手は自分の胸下、斜め下に引き、肘を締めます。それから刈り足ですけども、ここで右足を出した時に少し自分のかかとが外に向くような形、内側じゃなくてですね、外に向くような形でかかとから引き返すような状態で刈ります。
お互いに奥襟を組んだ場合ですね、お互いに奥襟を持った場合に今の方向で大外刈りをかけますと、これは完全に裏を取られます。ですから少し自分の体を少し右に移動しながら相手の右足前方にやはり同じような形で膝を少し曲げながら横から崩して入っていきますね。やはりこの右手首は自分の肩の方に引っ張ると同時に、この左手引き手は自分の胸の下に引っ張ります。そして脇を締める、この状態で右足を出します。今度は私より背の高い長身に対する大外刈りのかけ方ですね。まずお互いに前襟、肘の横を握った場合に大外刈りをかけてみます。進み方はやはり膝を少し曲げながら足を浮かして右足前方に進みます。で、今度の場合には、この左の引き手を自分の膝の方向ですね、膝頭の方向に引っ張ります。ですから、先ほどのように、引いて入らない、自分の体の方にこう引いて入らないで自分の膝頭の方向に一本に引き下げます。この状態で右足を出します。右手は左前襟をつかみます。引き手は右中袖、肘の横をつかみます。相手が右足を引くと同時に自分の左足を膝から前に進むような感じで少し浮かし気味に踏み込みます。左手は胸につかないように自分の膝の方向に引き下げます。右手の作用ですけども、足を踏み込む場合に自分の方にこう引いて入らない、右手は相手のちょうど顎の下ですね、ここに自分の肘全体が触れるような形で崩します。こういう状態で崩します。右手は手首から肘全体を相手の胸に密着させ、拳を相手の顎の下まですり上げます。左の引き手と右の釣り手とは連動して力が一体となるようにします。この時体の重心は左足人差し指の上に乗っています。右手首が相手の肩より後方に出たり相手の胸から離れて釣るような状態では効果がありません。左足が向いている方向へ膝を伸ばして右足を振り出し、畳と平行に引き返すような感じでかかとから刈ります。この時刈り足は上に上がりすぎないように注意します。腰より上に上がった場合は重心が後ろにかかってしまうため返されてしまいます。また刈る時には自分の体が前後に揺れないようにしっかりと左足で立つことも重要です。相手が長身ですから当然相手が奥襟を
後ろ寄りをこういうふうに取ってきますね。で、この場合に、少し。この場合に、今と同じような形で進んで入った場合には、裏を取られますから、少し自分が右の方向に体を移動しながら、やはり、横の方向に崩して入ります。この場合も、左の引き手は自分の膝頭の方向に引き下げます。通常の場合には両襟ですね、両中襟を握って左の足をですね、踏み込み足が相手の右足の方向にこういうふうに回しながら、自分の足を回しながら、まあ、かけるというのが通常なんですけども、私の場合にはもうこのままの姿勢、自分の一番安定しているこのままの姿勢から真横に相手を崩していく。そのために狩る方向のこの狩る足もこういう状態から狩りますから、当然相手の足のこの膝の真横ですね、ここを狩るために相手の受けはもうどうですか、我慢できなくなってしまう、膝が壊れてしまうために、まあ、かかってしまうということですね。自分の体の重心を膝を曲げると同時に少し重心を落としながら進みます。踏み込むと同時に、重心を落としながら相手の右足前方に進みます。そして左の引き手はやはり自分の膝頭の方向に引き下げます。で、右の釣り手なんですけども、この場合には相手の顎の下ですね、ここに、右の釣り手が入る、当たるような形ですから、力の作用というのは、私の踏み込んでいる膝の方向、こちらの方向に、相手の体勢がこういうふうに崩れるように、この釣り手と引き手がですね、左の膝の方向にやはり丸くこういうふうに重心がかかるように崩します。相手が後ろ襟をつかんだ場合、右手左手ともに相手の前襟、または引き手は相手の脇の下の右内奥袖をつかみます。左足の進み方は相手の組姿勢の足の位置と平行に両足の中間または右足の近くまで踏み込みます。左手を自分の膝の方向に引き、右肘を少し上げ、相手の重心が右足小指の方向に崩れるように体を低く落とし、軽足を振り出します。そして借り方ですけども、ここで踏み込んだ場合に右足の借り方はやはり自分の左足の向いてる方向に右足を振り出すとともに、かかとをですね、少し外側に向けて引き返すような状態で借ります。右手は引き手の方向に力が加わるように崩します。借り足は相手の膝下側面を借るようにします。この場合に
右の刈る足をですね、思いっきり前に振ることを心がけないと、せっかく入っても足が相手に届かない場合があるんですね。刈る足が届かない場合ですから、入った時に、思いっきり右の足をこう刈る足をですね、前に振り出す。一般的にまず一度投げてみます。この場合ですね、刈る足がですね、円を描くような形で刈っていくために相手の上体が半身になって落ちていく。そのために刈って落ちるまでのスピードも非常に遅いですね。今度は刈る足をかかとから引き返すような状態で刈ってみます。そうすることによって相手のこの受けの状態が非常にこう落ちるスピードが速い。それと同時に体全体から刈られるために体全体からもう落ちてしまう。ここがちょっと一般的な刈り方とかかとから刈る大外刈りの違いですね。ここで一番大事なポイントは刈る自分の足ですね。この右の足が一般的にはこう真後ろに刈ろうとしますね。で膝がこう曲がって刈る。そのためにせっかくここで崩した状態がまた一番強い元の姿勢に戻ってしまう。これでは大外刈りをかけた意味がありませんから、かかとの方向に崩したままの状態で右の足をまっすぐ出していきます。そしてかかとから相手の足を叩き割る状態で刈っていきます。踏み込んだ自分の右足ですね、これは決して親指を上に上げない、畳と平行に足を出します。でこの状態でまっすぐに相手のちょうどこの右のふくらはぎですね、ここら辺を叩くような形で刈ります。こういう形でですから、右の足を思い切って前に出す。この状態で自分のかかとから引き返す状態で刈っていきます。一般的に刈る人のこの足というのはつま先からこういうふうに刈る人が多いんですね。つま先をこう巻いて、膝を曲げてつま先からこういうふうに刈る。この場合ですと、この刈る足というのはこう円を描くような状態になりますから、相手の足はこれ限りなくこう上に上がっていく。
それと同時に体の柔らかい人はこの足が抜けたりしますね。そのためにつま先から変わるということは非常にこれは変わる力というのは弱いです。かかとから借りた場合には、買った場合には、これ、円を描かないで、借り倒す状態になりますから、非常にこの相手に与える打撃力というのが強いですね。そのために相手が真下に、借り倒されてしまう。この違いですね。つま先から買った場合とかかとから買った場合の違いです。この狩る足首ですね、足首の指が上を向いてしまった場合には、せっかく崩した自分のこの左の足の重心が後ろにかかってしまうために裏を取られる可能性がありますね。ですからこの足の指というのは畳と平行な形で相手に狩る、相手の足を畳と平行な形で引き返す、あるいは畳と平行な形で相手の軸足を叩く、こういう状態ですね。まず踏み込んだ時の状態のままの姿勢を自分で取りますね。引き手をちゃんとこう引いて、かかとを上げて、でこの状態で狩る足だけのトレーニングですね。入ってみて、はい、10回ぐらい。この場合にやはり大事なことは、足を出す場合に自分の上体が一回一回こういうふうに起き上がる、また伏せる、起き上がる、伏せる、これだと効果がないですから、入った状態のままを保つ、この状態で、やはりこの足が、畳と平行に出ていく、そして平行に刈っていくように訓練します。でこの場合に、右手は、右手の方向に、自分の体の中心を寄りかからないように気をつけて、できる限り自分の左足一本で、立って足を刈る練習します。そして左の引き手を常に相手と組んでいる状況、相手が、前にいるんだというこの状況を頭に置きながら、引き手をきちんと引いて脇を締める。そして自分の重心がちょうど目、膝頭、それから人差し指ですね、この直線上に常にあるように足を振り出します。
そして上体が狩るごとにですね、こういうふうに一回一回揺れないように気をつけます。もう踏み込んだ状態をそのままにして、はい、足を振り出します。でかかとから刈ります。こういう状態ですね。刈り足の方向ですけども、まっすぐに足を出して、いや普通に出して、そう、まっすぐに足を出した場合には、どうしても相手の刈るときにですね、相手の真後ろになる可能性があるので、この刈り足を少し自分の、足の方向、指の前にですね、こういうふうに引き出します。そしてかかとを少し外側に向けながら、この状態で引き返す。ですから平行に刈るのではなくて、自分の足の向いてる方向に刈り足を出して、少し斜めに引き返す。大外刈りをかけるタイミングの中で一番効果的な入り方をやってみます。試合の流れの中で相手をこの赤畳の上に追い込んだ場合ですね、5秒間相手がこの状態であれば反則指導が与えられますから、当然相手はこの赤畳から右か左どちらかに逃げようという動きがあります。そういう中で大外刈りをかけるタイミングの一つとして、相手を左の方向に移動させるように私が崩していきます。それはどういう動きかといいますと、奥襟を取った場合ですね、私が右足を一歩こちら側に踏み込んだら、必ず相手は左の方向にこれは回ります。それを仮定してすでに大外刈りをここでタイミングよく入っていきます。ですから右の方向には、相手を逃がさない、右に、ね、相手を右に移動させる場合には、私が左足を踏み込めば当然相手は右に、移動しますから、私が右の方向に移動しながら相手を左に動かす。その移動を大外刈りのタイミングに合わせます。右に移動しながらここで大外刈りをかけていく。ここで入りますね。大外落としはやはり右組みの場合ですね、大外刈りをかけたんですけども、相手が右足を引いた場合に刈りきれなかった場合、この場合に自分の体を相手の体に預けて同時に倒す、こういう技です。
お外側に入ります。買ったんですけども、この状態で借りきれなかった場合に元へ戻るんではなくて、この借り足のかかとに重心をですね、全部かけていくようにしますと同時に、一度ここで勝った場合に、自分の引き手をもう一度引き直してかかとの方に重心をかけて落としていきます。お互いに右組みで大外刈りをかけ、相手が右足を引いたため足が刈りきれなくなった場合、相手の右足に刈り足がかかった状態でやめるのではなく、左右の引き手をもう一度強く引きながら、刈っている自分の右足に重心がかかるように相手と密着し、体を預けて大外落としに変化する。入りました。この状態でかかとに重心をかけて落とす、真後ろに落としていきます。